はい、皆さんこんにちは。今回も大物の元プロ野球選手です、広沢克己、元選手広沢克己さんですね。読売ジャイアンツと阪神タイガースの両球団で4番打者を務めた唯一の選手ということで、唯一の方がどうだったのか確認したいです。1962年昭和37年4月10日生まれ、昭和58年6月29日の官報に載っております。拡大します。通名広沢克己さん、もう一つ松山克己さんという名前がありまして、昭和37年4月10日生まれ。ちょっと民族名難しいんですけど、蔡さんと書いてますね。昭和37年4月10日生まれということで、通名と生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。